大木さんと周平くんの出会いっていうのはいつからなんですか？いやでも初めて会った多分だから島田周平がまたコンビの時よ。もうビビるさんがもうライブシーンでもうガンガン笑い取ってっていう探んなよ。探んなよ。はい。もう探んなよ知らないですか？僕わかんないです。なんで僕知らないんだよ。なんでみんな知ってる一般ピーポーも知ってるんですか？一般ピーポー誰も知らないよ。しばらくいいじゃん。誰も知らないんだよもう。俺からしても、うん、あの号泣のあの下田周平は何最近手相とかやってんのって感じよ、うん、最初は。それ10年ぐらい前。そう、何あ別ジャンルも開拓してやってんだみたいな。でもなんか大木さんって特に別にトークライブやらなくてもいいじゃないですか。なんでこのタイミングでやっぱなんかそういう場が欲しいと思ったってことですか？俺みたいなさ、はい、ポジションの人ってさ自分の思ったことをさ話して進めていく職場ってないのよ、うん、基本番組側の意向もあるし、うん、それが仕事だと思ってるからそこを無限になんか断る必要もないなと思っちゃうの俺はね、うん、そうやっていくうちなんかなんだろうねなんかそういうのがもうこの芸能生活で続いていくとさなんかなくなるじゃん自分の言葉みたいなものが、うん、そういうのはちょっとやっぱ良くないなと思ってね、うん、今日まあこの場にちょっとね次回のゲストのクロちゃんいないけどもいますよ。え奥さんずっといるから知らなかった。いや、相手すぐ打ってますよ、俺。あ、そうか。クロちゃんってこういうキャラクターだけど、はい、なんか、ちゃんと聞くときは自分を殺して。いやいや、言わなくていいですけど、殺して。すごく真面目なんだなって思いました。いやいや、真面目じゃないから破天荒ですから。周平と朗空はさ、ない、今までない仕事とかで会った感じ？何度かですよね。何度かイベントとかもありますし。奥さんとクロちゃんはどういう出会いなんですか？出会いは。いや、だから、厳密に言うと出会ってないですよ。いや、出会ってますよ。おかしいですか？え、僕出会ってるこの自分が思ってるパラレルワールドですか？これほら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 来た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 ざわざわざわってないですから。いや初めて会ったのでもだから安田大サーカスがなんか出てきてなんかで一緒だったんだろうね、うん、最初は。最近ほら自分でセーブかけ始めてるっていう。セーブ、うん、あこれはもうやめよう、これは抑えようみたいなさ、そういうのがちょっと俺はやっぱ気にかかるわけよ。気にかかるって何ですか？老空にはさ、やっぱりもっとさ、はい、狂っててほしいっていうかさ。いや、狂ってないですから。全然だって普通に生活してただけですよ、全然。まあその普通がすごかったのになんかやっぱ最近抑え気味になってるっていうのもあって。抑え気味、はい。だからこれ一回老空も、うん、本当にそこにこう足を運ばないと見れないみたいな場所でね、うん、はい。ちょっと好き勝手やってもらったら面白いんじゃないかなと思ったわけ。はい、まだ世間がね、うん、テレビ局も含めて、老空がとんでもねえなっていうのをなんかこうまだ気づいてないというか、結構早い段階からだから俺は老空はとんでもないから早めにって言ってたんだよ結構、うん、実はとんでもないからあれって。だけどなかなかねテレビ局が手をつけてくれなくて、そしたら知らないねほらもう水曜日のダウンタウンのチームが、はい、もうモンスターとして人間ヒューマン。ほら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 その時だから東野さんに言われたんだよ俺。大木くん、クロちゃん目つけるの早すぎたわっつって。時代がちょっとね、まだ追いついてなかったってことなの。そんなこと言われたんですか？逆に早かったもんなっつって、うん、ちょっと早すぎたね。ちょっと早すぎたね。しかもさ、俺周平にちょっと苦情があるんだけど。苦情、まさかの。何年か、もう 2,3 年前にさ、はい、どうなってんの周平。一応言わせていただきます。俺その気になって暮らしてたんだから。でも